はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、医者の性能レビューをやっていこうと思います。まあ、ダークビジョンズやってる方だったら1体は確保しておきたいキャラクターかなと思いました。まあ、ラグナの属性違いではあるんだけど、まあ、氷属性がメインのデバフ、そして武器で言うと槍がメインのデバフ武器となっております。いやめっちゃいいね。そして自身のスパトラが槍、ドラゴン虫キラーがまあやっぱり 75% だったね。まあそりゃそうだね。で、イシュ、カル、エルマティルが装備すると攻撃固定値、コーマの固定値が500上がるような槍となってますと、両手の槍で210、そして魔力も悪くない数値、これはシンプルに強いなと思いました。で、トラマスだね。トラマスはちょっとまあまあまあ置いといてっていう感じかな。そんなに言うことはないかな。で、イシェなんだけど、まあそんなね、ラグナの色違いっていう感じで、まあスーパー LB が倍率はいつもと同じデバフ、まあ、色違い、まあコンパチって感じだね。で、槍のデバフが 35% で、氷が 145% の LB の威力が 21,000 の27ヒットっていう感じだね。まあ通常使いやすいクイックショット系の LB だから、まあ全然ここに関しては問題ないかなと思います。で、魔法は今強化されたブリザジャもついてますと。で、さらに、イシェのメインのアビリティはやっぱこれだね。機械キラーの150付与。今までライトニングとか、レフティアとか、あとはエアリスとかが 100% の機械キラーは持っていたんだけど、150っていうのが、まあ、今回イシェだけの唯一無二のアビリティになりましたと。やっぱそれだけでも狙いに行く価値は十二分にあるかなと思いました。ただ、イシェのね、ちょっと悪いところで言うと、LB パッシブが 75% しかないところ。ラグナは一応 100% あったから、割とね、LB 盛りやすかったんだけど、ちょっとイシェに関してここがね、厳しいかなと思いました。で、基本的にやっぱイシェを運用していく上で、スパトラを採用することになると思うんだけど、スパトラにね、特に LB パッシブがあるっていうわけでもないから、まあ、刀を装備させて、例えばアクオメのスパトラ装備させて LB パッシブ50つけたりとか、まあそういったねちょっと工夫が必要になってきちゃうかなと思いました。っていう点で LB パッシブが低いっていうところが若干気になったかなと思います。で、生配信で言ってた LB の威力アップなんだけど、どこ探しても LB のさ、加算がなかったんだよ。だから、言ってたのってやっぱ通常のバフのことなんだね。マジで騙されたわ。だからラグナより効果力になるじゃんとか思ったんだけど、決してそんなことはなかった。ただの LB バフっていう感じだったね。で、LB の回復を3000持ってますよっていうだけだったわ。いやー、ちょっと期待してしまいました。で、キラーに関しては、マシーンが200。で、ドラゴンと虫が150。で、ビーストだけ若干低いんだけど、まあ、ビーストはさ、100% キラーが、まあ、アーバインのスパトラが、まあ、実装されてるから、まあ、そこまで盛りにくい要素はないのかなと思う。で、物理だったら、まあ、普通に、あれだね、イフリートを採用すれば125上がるから、まあ、そんなに盛りにくさは感じないから、まあ、悪くないっちゃ悪くないかなと思いました。で、戦うの効果がさ、変化するのはいいんだけど、デバフ率めっちゃ低ない？ 100 超えないのなんでって思って、ラグナはね、一応110デバフがあるんだけど、なんでかね、80に抑えられてしまったイシェなんだよ。まあ、別にそこどうでもよくねとか思うんだけど、なんかね、下げられましたと。だからイシェの、まあ、悪いところで言うと、僕は LB バフぐらい、LB パッシブか。LB パッシブぐらいかなと思いました。それ以外はやっぱ機械キラーの150は本当唯一無二だし、まあ、ブリザジャも搭載してるし、まあ、ウィークでね、全属性の 100% デバフを自前で持ってるっていうのは割とでかいかなと。で、チェイングループ16のダーラ、ブリザラ、そしてブリザが持ってるし、で、通常のチェイングループ16、敵1体の、単体ターゲットも持ってるから、まあ、チェイン役にもなれるっていう点でも、まあ、そんなに悪くないかなと思いました。なので、やっぱイシェで、相性いいキャラクターが、まあ、今一緒に実装されてるカル、そして、クラサメと、あとは、まあ、単純に氷のフィニッシャーだから、まあ、リディア。とか、まあメディエナ、そしてファイサリスなんかと相性がいいキャラクターだよね。だから、まあ、どっちかに寄せない、まあ、最近のダークビジョンズはね、ブツマどっちでもいけるっていうのが多いんだけど、まあ、どっちかに限定されちゃうと、ちょっとね、相性いいキャラクターが少なくなっちゃうっていう点が、あれかな、氷のね、物理で言うともうクラサメぐらいしか
いないかな。あとはグラーフ、まあスコールティーラがいるから別にそこまで気にしなくてもいいか。だから全然やっぱ医者は一人欲しいよね。まあただね、槍の氷のメインのアタッカーって今そんなにいないんじゃないかな。まあ氷誰だろうね、全然パッと出てこないんだけど、槍で言うとさ、やっぱカイン、そしてカインぐらいじゃない、槍メインのね、フィニッシャーで効果力って言ったら。だから相乗効果的なところで言うと、若干今環境では噛み合うキャラクターは少ない。だ今後ね、槍の氷属性アタッカーが出てくれば、まあ暗さめに無理やりね、槍持たせれてもいいとは思うんだけど、まあその際は医者のスパトラかなと思いますんで、もし2体引いた時は、まあそれ用に、まあ医者のね、スパトラ2本獲得しといてもいいんじゃないかなと思います。まあ皆さんのね、医者に対する、まあこう使ったら強いよね、このキャラとの相性強いよね、とたくさんあればコメントを残していっていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、またねー。